こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は310ページから解説していきます。その後はインドで成功した要因である初めてになれる国というテーマも加えて、モンゴル、ミャンマー、バングラディッシュなどへの投資を考えました。ここまで来ると新興国には全部とりあえず進出してみようと思い、アフリカ、トルコ、南米も含めて20カ国以上に怒涛の勢いで子会社を作ってみました。うまくいったところもあれば、開店休業状態になったところもあります。しかし国際事業として大きな括りで考えれば、2018年から社員数は外国人数が日本人を上回り、売上高も 50% 以上、利益に至っては 80% 以上が国際事業から得られるまでに成長しました。今後の問題は、競合他社が増加することによる既存事業の値崩れと、コンピューターリゼーション、AI による構造的に仕事がなくなることです。会計事務所の今までの仕事は過去会計でした。技術革新のより大きな転換が求められています。今後は未来会計を中心とするコンサルティングが必要です。これもかなり昔から分かっていたことなので、会社名も公認会計士事務所という屋号からコンサルティングファームに変えてきました。実際にこれを行ったのは国際事業を開始した2006年です。この考えを徹底的に推し進め、現在の創造的破壊により新しく会社を再構築することが私に求められていることです。ここまでの解説を久野会長お願いします。まあ、このね、会社広げるっていうのは水平展開ね、今のやってるサービスを横に広げる、これただね、量的な変化なんですよ。でもう一つ、会社っていうのはこのクオリティの部分というかね、質的な転換を図んなきゃいけないものがあって、質的な転換がね、利益率に現れる。でいわゆる横展開だけをし、量的な展開というのは必ず製品サービスというのは陳腐化するから、年数とともにね、時間の経過とともに必ず単価は落ちてね、売価は落ちて利益率は下がる。これはね、全ての業種でこれは言えるんです。同じことをやってれば必ず利益率が下がって、だから次に量的拡大だけじゃなくて質的な変化っていうことをやらない限り利益率ってアップしない。でこの質的な変化っていうのは、我々はね、過去会計、ただの税務会計とか監査とかじゃなくて、未来会計型のね、プランニングをする、財務のプランニング、それから人事のプランニング、より経営に近い方にね、よりコンサルに近いことっていうのをもう一回原点に立ち返って、日本でかつて私がやってたことをもう世界に広げていこうとね、これで質的転換で、こっちの方はね、競争がないから、あとはうちの社員ができるかどうかって問題あるんだけど、少なくとも競争がないし、プライシングに関しては競合がないってことは、我々がプライスセッターになっていけるわけで、これがね、利益率に表れる。利益率とはね、セールスミックス、プロダクトミックスね、一体どういう商品サービスね、プロダクトを売ろうとするのかっていうのは、こっちの意思な、経営者の意思が利益率を決めていくっていうふうに考える。ここがね、今我々が取り組んでいるところなんですよ。量的な展開はひとまずね、20カ国庁に出た。次はね、その中身をより戦略商品にフォーカスしていき、それが利益率に現れた時、本当の成功になるのです。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、売上が、成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる。成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。